見つかった遺体は、夫婦と確認されました。昨日午後5時ごろ、津市一新田町の住宅で、1階の物干し場で首を吊った状態の男性の遺体と、2階の部屋でうつ伏せに倒れた女性の遺体が見つかりました。警察は先ほど、遺体はこの家に住む職業不詳、松村健一さんと、パート従業員、香里さんの夫婦と確認されたと発表しました。 住宅は施錠され鍵は健一さんが持っていたということで警察は遺体を司法解剖して死因を特定するとともに夫婦に何らかのトラブルがなかったかなどを調べています。